え26歳女、総合、統合失調症です。マーチレベルの都内次第を4年時に助籍になれ、以降生活保護です。大学では哲学を専攻していました。今後就職するにあたり、大学で学んだことを活かすことはできますか文章を書くのは苦手です。えー、無理です。あの、哲学で食える奴はいません。あの、えっ、ー、と、東洋大インド哲学家みたいな出身の人がちょこちょこ僕にも知り合いにもいたりもするんですけども、 あの、哲学専攻の人って、あの、全く食えないんですよね。まず、その哲学を専攻した人は、社会で役に立たない率が高いのと、あと、そもそも哲学を専攻するようなやつは、おかしなやつが多いっていうのがあるんですよ。まあ、あの、心理学を専攻するいうのもおかしなやつが多いんですけど、なので、哲学を専攻している時点でもおかしいし、哲学をマスターしてるやつって、その、めんどくせえやつが多いんで、その、会社に向かないんですよね。その、体育会系の人って会社に向いてるんですよ。 なんか、上の人とか、年上の人とかが、これやれって言ったら、あ、わかりましたって言って、なんか理由もわかんないけど、とりあえずやっちゃうし、体が動くとか。で、そのなんか、じゃあ、あの、就業時間とか過ぎてても、お前ちょっと飲みついてこいよって言ったら、わかりましたって言って、その、会社の就業時間とか関係なく、上司が言ったり、年上の人が言ったらついていくっていう人の方が、割と会社の中でうまくいくんですよ。で、哲学出身の人って、そういうのと真逆の方向にいる割合が高いんですよ。 あの、まあ、いないとは、ことはないとは思うんですけど、体育会系で哲学家出身ってほとんどいないと思うんですよね。その要は、あの、体育会系の推薦で入って、何でもいいから哲学家を取っただけで、哲学自体には全然興味がないですっていう哲学家の人はいるんですけど、哲学自体に興味があって大学に哲学家で入りましたっていう人で、体育会系の両方とも,も入ってる人って僕あんま知り合いでいないんで、なので、あの、今日ももう仕事には向いてないっていうのは多分自覚した方がいいと思うんですよね。 なんで生活保護だったら生活保護で、生活保護もまま幸せに暮らした方がいいんじゃないでしょうか。で、別にあの会社とか就職とか組織にいなくても、別にじゃあのブログを書いてちょっとずつ収入を得るとか、なんかあの手先が器用だったらなんか手芸でなんかメルカリで物を売ったりとか、その組織に入らないで自分の力で食っていって、で、生活保護が必要なくなったら別に生活をも,もらわなきゃいいので、なんで就職とか組織に入るっていうところで何かしようと思わない方がいいと思いますよ。だってせっかく哲学やったんだから。要はその あの組織にその馴染むまあ哲学というのが自分自身で物事を考えたりその目の前にある出来事というのを自分自身で解釈してでそれを説明する能力なんですけど体育会系の人はあるがままに受け入れます。なのでそれがその正しいかどうかとか人としてどうかとか一切考えないっていう哲学と完全に反対側のものの考え方なんですよ。 なので、せっかく哲学に行ったんだとすれば、それはやっぱ組織とかには馴染まないっていうのが普通なんじゃないかなと思います。まあ僕もあの、高校の時あの、なんか倫理とかを専攻してたので、どちらかというと哲学系なんですけど、はい。<laughs>